今日は我が家の閣下のご要望でおつまみジント肉セットをお作りしたいと思います。閣下のご要望なら致し方あるまい。今日も京都で魔界を赴かれている閣下ですが、もうすぐ別部署へ配属になる模様。別部署に変わるときって何かとバタバタしちゃうというか、やり残した仕事がないよう片付けたり、次の部署の仕事に向けて勉強したりと、いつも以上に忙しくなりますよね。今回はそんなお疲れの閣下に深夜のお酒とおつまみセットをお出しして、労働の癒しになればと思います。ちくわをカットしてボウルを用意し、マヨネーズ、味噌、七味、その他もろもろマージほんのちょっとずつ投入。混ぜ混ぜしてからちくわに塗り、アスパラをぶち込んでいきます。とろけるチーズを乗せてグリルしてる間にグラスを用意してカットした氷をセット。ジンを投入してライムを絞り、トニックを注げば、ちくわ、アスパラの味噌マヨチーズ焼きと、ジントニックのおつまみセットの完成です。できたよー。